おはようございます。あんまりない挨拶だね。おはようございます。朝10時です。はい、今日から今からハーフアニバーサリーが開始されます。でピックアップガチャも朝10時という早い時間から始まりました。うん、始まったね。フレンド機能がフレンド機能が拡張されました。うん、フレンドポイントを貯めるとなんかもらえるんだね。こんにちは。こんにちは。挨拶あと4人適当にやっとくか。なんか4人1日なのかな、5人までできた。へえ。こんな感じでポイントを貯めるとなんかもらえるらしい。なるほど。あのフレンド募集中です。よかったらフレンドになってください。私もそうだね。はい、リアルフレンド欲しいからね。本当、あの、フレンドになってくれる人は教えてほしい。うん、ほら見て、この間これ30円ガチャで当てました。あの時当たらなくて苦しんだオーロラ姫。ズルピ。こそっと当たりましたよ。お、トイストーリーのところが全部空白になってます。いいね。今日はここを埋めたいと思いますよ。で、なんだっけ ?50 枚配られたんだっけ。ああ、10連ガチャ5枚。で、1000円ももらってる。ハーフアニバーサリー。はい、すごい。ハーフアニバーサリー相当豪華です。なんかもうね、終わるんじゃないかぐらいの。ね。見事なアニバーサリーぶりだけど。ハーフで。よし。ではですね、今まだ2万3000しかないので買いたいと思います。買いたいのはハーフアニバーサリーです。もうハーフ、もうハーフアニバーサリーしてくれよっていう気持ちを込めて。このままじゃね、多分このゲーム1年と持たず終わってしまうんで、応援の意味を込めて。ちょっとまあ、あの課金は進めません。あのこの9000円でディズニーランド行くことをお勧めします。私は9000円入れさせていただきました。虹玉50いいね。はい、これはいいなと思って。これ単純に お得かどうか置いといていいよね。うん、レインボーオーブ50個と金の額50個はいいんじゃないかなと。しかも無駄なものもないし。はい、あのね、レッドオーブ100とかさ、ブルーオーブ200とかなんかあってもさ、いらない。基本的には課金はおすすめしませんが、ソシャゲに課金はもうバカがやることだと思ってますが、口調がきつい。でもまあ、あの楽しませていただいてますので、マリオゴルフ買おうか超迷った結果、今回はハーフアニバーサリー9000円課金させていただきました。はい、結果3万2900ジュエルになりました。これで100連ガチャができます。コインもすごい溜まってる。コインはあの100連ガチャするためにずっと取ってます。もうできるじゃん。もうできます。コインガチャでも今日はしません。もうちょっと貯めてから。はい。ではトイストーリー当ててやりましょうよ。これだって100連引けば絶対ウッディもらえるんでしょ。そうだね、確定ってもうそこにウッディいるじゃん。星5確定じゃなくてもうウッディ確定ってなって。ああ、いいウッディ欲しい。今回はじゃあ100連課金の方を使ってジュエル使ってやりたいと思います。よっしゃ、行こう、行きます。ちなみに僕ね、トイストーリー一番好きかもしれん。かもしれん。ピクサーがとにかく好きなんでね、トイストーリーはとても嬉しかったですね。え、こんなすぐ来ると思わなかった。だからトイストーリー3見直してからやろうかななんて思ってたんですが、ちょっと見る暇なかった。トイストーリー3が本当好きで、もうね、アンディがね最後遊ぶシーンでね、もう泣いちゃう、泣いちゃう、本当に泣いちゃう。なんか、まあ、アンディの声の人がさ、ハリーポッターの声優さんと一緒なんだけどさ、なんかもうこいつはウッディって言ってこう説明してるところ、本当に何おしゃべりして、あ上がっとるよ。もうウッディ来ちゃった。あごめんなさい、ウッディ来ちゃった。バズも来ちゃった。バズとウッディ来ちゃったね。アラジン、アラジンの置くとおもちゃ、あもう星5なってる。はい、次アリエル、アリエルのおもちゃ、全部トイストーリーの世界だと思う。そういうことか。ナラ、なんでナラも持ってんの。ドキドキです。さあシンデレラ、もうどれが星5か分かんないね。元がブンツやる。次ぐらい、あっウェンディ・ジョン・マイケル、あとあとジョービー、まだもうちょっとだな。来い。ああ、ドナルディ、ドナルディ、ドナルディダックだった。ディダックじゃなかった前。ドナルディダックだったわ。変わったぞ、 D の位置。あ
オブメロディー、カラーオブメロディーって私すごい好きなんだけど響きが。やだ、ウェンディ・ジョン・マイケル。あと1か21だな、1かな。全然じゃん、全然ピックアップされてないじゃん。何もピックアップしてないじゃん。何新規なし。まあいいでしょう別に。はは？レビューのお願い。は？星5出たから、星5出たからレビューのお願いされてる。僕ちなみに星1にしてます今レビューは。次いきまーす、2回目来て。トゥーバーデーデーバーバーン、シーン。あら、あ、何、今度だいぶピックアップ、ピックアップされてる。めっちゃいるじゃん。エビワン。ドン。ドン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 。死後はなしかな。ないね。2個ぐらい。うわひどいな、なんか切なみがすごい。なら。なら。ジョンもいね。ジョンだけになっちゃった。押しすぎ。よし行け。ほい。いや、ダメだ。初手だけか。あら。こい。いやダメだ。頭二つ。頼むよ。バズ。バズ。ステッチ。全然ピックアップされてないね。バズ。ほっ。おし。ああ。かわいい。まあこれは。これは来てもらわないと。エイリアン。あ、ウェンディ・ジョン・マイケルいないな。バズ見たい、バズ。バズ・ライトイヤー。なんかこう、カラフルでいいね。無限の彼方でさあ行くぞ。さあ行くぞーって顔してる。いいね。バズ可愛い。嬉しい。トイ・ストーリーは本当にね、本当に好きだから。1も2も3も、その他もろもろも、全部好き。でも4は、まあ好き。4も好きよ。4も好き。3が一番好き。いけ50連目。そろそろ来い。もうさ、だからさ100連やる気でいるからさ、もう全然心は穏やかなんや、ね、絶対だってウッディ確定してると思ってるもん。もう、うわ、なにこのスティッチとアナがピックアップされてるよ。はい、60連目早い。だからもうこれからは常に3万ジュエル貯めてから絶対ガチャした方がいいよね。そりゃそうだよね。うん、出なきゃあんまり。ちょっとずつやるのはもったいなさすぎる。いや出ないなー。でもちなみに9000円課金してるからね、みんな9000円の価値分かってる。9000円って知ってる？だからね、こんなんやっちゃダメだよ。はい、全然ダメ。金ばっかだね。あ、バズ、マリオ、マリオじゃない、マリオ、ミッキーとバズ。メインキャラをね。マリオみたいなもんでしょうよ。そうね、マリオみたいなもんだわ。おしげ、キラキラキラリーン、キラーン、きた、キラーン、ドン。はい、ドン。あ、バズ、お、来ました。ついに星5ウェンディ・ジョン・マイケルが来ました。星5ウェンディ・ジョン・マイケル、ありがとうございます。じゃあちょっと休憩です。休憩、ちょっと休憩です。星5ウェンディ・ジョン・マイケルが来たんで、どこだ、星5、星5、ウェンディ・ジョン・マイケル。マイケル喜んでる？どう？強い？ほぼフル強化ですからね、僕。ウェンディ・ジョン・マイケル。すごいな。これにこんな全振りしてる人いないよ。よし、次は星6目指して頑張りたいと思います。おめでたいね。おめでたい。ついに来ました。ウェンディ・ジョン・マイケル、星6、星5。星5、先走った。よし。次行きます。80。80。次80。でもだってさ、もうあとウッディだけでしょ。はい、なんでもう気にせずいきます。レッツゴーゴー。今回なんかあれだね、 いいね、金はいっぱい出るね。星5が 100% 確定してることもあって、そうだよね、テンションがおかしい、あんまり。なんかあと朝だからね。そうだね、珍しく朝だから、午前中ですからまだ。星の王子、よし、次90連目。やっぱ確定ってそうね、嬉しいけど。
いやだから金ある人って言ったらいいんだけどさ、もうあの100連できる人は、そう、暴力震えちゃう人は全然面白くないかもしれないね。だから今回は特にさ9000買おうと思ってたから、うん、全然楽しくない。このガチャ動画も多分やっぱ面白くなくなるよなって思ってたけど、あ、そう言わなかったっけ、言ってたか、うん、確定になっちゃったら盛り上がりに欠けるねって。あ、エイリアンが、エイリアン星4になりました。ティガーも星5。あら、ティガー星5、エイリアン星4、神様。今回クソスゴロクなんでね、レベルも上げなきゃいけません。そうだね。やばい、石がこんな減っちゃった。あんなにいっぱいだ、やばい。まあでもいいや、今回は、今回はね、お祝いです。ありがとうウッディ、ありがとう、来てくれて僕の元に。ここでね、奇跡を起こします。星5が10個。奇跡を、ケレ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 、にじ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 、うんち、うんちではない。いや、うんちだろ、結局だってこの確定以外1個しか当たってない。お下品な言葉を使わないの。さあ1個ずつめくっていきたいと思います。はい、最後の1枚にちゃんと送るっていうこのいやらしさね、分かってるのにね、シンプルだなこいつ。猫が1匹いただけだったね、ちっちゃかったよね。星さんとはいえ猫が1匹いるだけだった。もっと大きくていいのに。なんか乗り物乗れよってなるよ ね。 ね。あ、いいね、かわいい。でもトイストーリーのキャラ全部かわいいよな、ね、かわいい。で色もさ、なんかやあカボーイマチゴ、カボーイマチゴやりました。なんで。いや、もうほんと猫1匹だよねこれ。一応なんか乗って、あ、石鹸乗ってんのかこれ。石鹸乗ってる。でもなんか身長が低い。猫一匹。一応乗り物乗ってた。シャーって走ってきてる。すごいちっちゃい乗り物に4つ乗ってる。ルシファー結構スルーしてたけど、意外と良かった。あ、いい。ウッディ良い。いいね、なんか。ウッディ良い。まあアリスがダントツに派手が、派手みがすごいけど。うん、いや他にもね、重たいって言ってる人いた、確かに。アリス。アリス、うん。キラキラしすぎて、ウッディすごいな、いいな、これいいね、なんかやっぱカラフルでいいね、うん、すごいカラ、カラフルでいい、地味やなこいつ。すごいカラフルでいい、グレー中心でいい、グレー中心シックでモダンだね、うん、私は好きよこの色。ルシファーいいね、これからの推しルシファーかもしれない。滑ってくんのがいい、シャーって、いや派手みがすごいな。やりました、星5打っていただきました。やったね。はい、というだけの動画です。ね、これ何なの、何の面白みもないと思うけど、ね、というわけで今回は全然ダメでした、動画的にな、うん、僕はとりあえず無事に、そうだね、もう全部ウッディを取りましたし、取りましたし、ウェンディ・ジョン・マイケルも星5になりました。まあトイストーリー好きなんで、なんか考えてちょっとやりたいなと思います。はい、ではまた。はい、またね、バイバイ、バイバイ。